スティーブン・ゴードン・ウィテカーは、スコットランド・エディンバラ出身のサッカー選手。元スコットランド代表、ダンファー・ムリーン・アスレティック・ FC 所属。ポジションはディフェンダー。ハイバーニアン・ FC で、プロ生活を開始し、公式戦で170試合以上に出場する。2007年のスコティッシュ・リーグ・カップのタイトルを、お気見上げに、同年8月に、 レンジャーズ FC に移籍すると、ここで3度のスコティッシュプレミアリーグ、2度のスコティッシュカップ、2度のリーグカップと数々の優勝を経験した。2012から13シーズンに自由移籍でのリジィ FC と契約した。ハイバーニアン多くのプロ選手を輩出した、ハッチソンベール BC で選手生活を開始し、デレックリオーダンやケビン・トムソンが同時期に在籍していた。 その後、少年時代をハート・オブ・ミド・ロシアン FC のファンとして過ごしたにも、かかわらず、ハッチンソン・ベールからハイバーニアン FC と契約。2002年5月12日のセント・ジョンストン FC 戦において、ハイバーニアンのトップチームからプロ初出場を飾って、以来、同2002から03シーズンは6試合に出場した。ユース時代は、 トムソンとセントラルミッドフィルダーでコンビを組んでいたため、ボビー・ウィリアムソン監督によって、右サイドバックに転向させられたことで当初は困惑していたが、最終的に2003から04シーズンに、右サイドバックの定位置を確保し、チームのスコティッシュリーグカップ決勝進出に貢献した。なお、同決勝のリビングストーン FC 戦は、未出場に終わった。また、 2004年に1月3日のパーティックシする FC 戦でプロキャリア初得点を記録している。翌2004から05シーズンに就任したトニー・モーブレー新監督のもとでも昨季同様に右サイドバックのレギュラーとしてプレーし3位でのシーズン終了に貢献した。2006から07シーズンはモーブレー監督と公認のジョン・コリンズ監督の両方でレギュラーとしてプレーし、 リーグカップ優勝に貢献した。最終的にハイバーニアン在籍中に公式戦で174試合5得点を記録した。レンジャーズ2007年8月1日に赤金200万ユーロでレンジャーズ FC と5年契約を締結する。背番号28を着用し8月18日のフォルカーク FC 戦で初出場及び初得点を記録したウィトカーは アラン・ハットンの存在から主に左サイドバックとして起用されており、ハットン遺跡後はカーク・ブロードフットの台頭によって右サイドバックに戻れず、サイドハーフとしてもプレーする中で2008年4月10日に UEFA カップ2007から08のスポルティング CP との第2戦で得点を決め、試合後に自身のキャリアで最高の得点だったと語った。 UEFA チャンピオンズリーグ2011から12予選の丸目 FF 戦においてジミー・ドゥルマズから軽くタックルを受けた後ドゥルマズにボールを投げつける報復行為をしたことでレッドカードによる一発退場処分となった2009から10シーズンはサイドバックながら公式戦11得点と高い得点力を示しスコティッシュプレミアシップとリーグカップの2冠達成に貢献 2010から11シーズン終了後にスユペルリングのブルサスポールからオファーがあったが、それを拒否して2011年7月にレンジャーズと新たに5年契約を締結した。しかし、クラブの多額の負債から新会社に切り替えられると、2012年6月に新たなクラブへの忠誠心はないとして、同僚のスティーブン・ネイ・スミスと共に、現行の契約に対して破棄を申し立てた。 これに対し、チャールズ・グリーンのコンソーシアムは契約違反として法的措置を取る構えを見せている。なお、スコットランドプロサッカー選手協会と法律の専門家は選手たちは新会社に参加する義務はないとしている。ノリジシティ2012年6月30日に、プレミアリーグのノリジシティ FC と4年契約を締結する。 レンジャーズとの契約騒動は終結していなかったが、ウィテカーはフィファに調停を訴え、7月20日にフィファは暫定的ながらも許可したことで、晴れてのリッチシティの選手としてプレーできることとなった。2012から13シーズン開幕前のセルティック FC との親善試合中に足首を負傷したことで出遅れ、 10月31日のトッテナムホットスパー FC 戦までの約2ヶ月離脱を余儀なくされた。トッテナム戦から数日後のストークシティ FC 戦において右サイドバックとして90分フル出場でリーグ初出場を飾り12月8日のスウォンジーシティ FC 戦でロバートスノットグラスとのワンツーパスからプレミアリーグ初得点を挙げた。 2013から14シーズン開幕戦のエバートン、FC 戦において、まず、マルアンフェライニラ数人の相手選手を抜いてのシュートは、ポストに一旦は阻まれるも、跳ね返ったボールを決めて、先制点を挙げると、さらにプレミアリーグ初出場を飾った、リッキー・ファン・ボルフス・インケルの同点ゴールをクロスで支援し、1得点1アシストの全得点に、 絡むプレーを見せる個人としては、素晴らしいスタートを切ったが、最終的にチームはチャンピオンシップへと降格した。ハイバーニアン復帰2016から17シーズン、限りでキャローロードを去り、スコティッシュプレミアシップに昇格したハイバーニアンへ3年契約で、復帰した。ダンファー・ムリーン・アスレティック2020年6月29日、ダンファー・ムリーン・アスレティック FC へ移籍。 U-21 代表でレギュラーとしてプレーしていたところ2006年10月に UEFA ユーロ2008予選のウクライナ戦へ向けてスコットランド A 代表に初招集される同試合を未出場に終えた後11月には B 代表としてアイルランド B 戦に出場し2007年11月のアイルランド B 戦にも出場した 2009年8月12日のノルウェー戦で A 代表初出場を飾り代表2試合目は負傷したカラムデイビッドソンとの交代で途中出場したマケドニア戦だった代表初出場以来右サイドバックの定位置を主にアラン・ハットンと争っていたがゴードン・ストラカン監督就任以降は左サイドバックとして起用されフィルバーズリーや アンドリュー・ロバートソンらと定位置争いを繰り広げている。出展、注釈 FK ベトラ1から0ハイバーニアンを含む。BBC マッチレポートには先発出場となっているが、サッカーベスでは出場記録がない。ベルダーブレーメン1-0ロハイバーニアンを含む。BBC マッチレポートには途中出場となっているが、サッカーベスでは出場記録がない。FBK カウナスとの両試合を含む。 BBC マッチレポートで先発出場となっているが、サッカーベスでは両試合出場記録がない。出展、ありがとうございます。